皆さんこんにちは、タエチです。そしてダオキンチャンネルのダオキンです。そしてウムゴルフくんです。よろしくお願いしま す。はい、今日はカズサモナークカントリークラブに来ております。はい、お久しぶりですね。1ヶ月ぶり。そうですね、来ましたよ、うん、わざわざ、からはるばる。はい、もうセミがミンミンしておりますね。夏ですね。はい、はい、で前回あの1ヶ月前、まあ、会社200ヤードをとりあえず、はい、ドライバーの飛距離を目指してちょっとダーキンさんの力を貸してくださいと、はい、ということで結構あの、まあ、会社のスイング変わった、はい、と思うんですけど、この1ヶ月頑張りました。はい、はい、ちょっとあのその時にですね、あの、はい、会社のレッスンをやったんですけど、はい、あの実は僕も はい、ありがたいことにダーキンさんに教えていただきまして、はい、あのその時僕は右腰、はい、右腰が珍しいパターンで止まってると完全に、はい、でもっとこうお尻をこう後ろに引くくらい回しましょうっていうので、はい、これをやり始めたら本当にあの球が捕まるようになってきた。そうなんですっていうことでもう本当にありがとうございますって感じなんですけど、いい、はい、ただこう下半身をしっかり回すようになって、はい、で今度はまた下半身からこうしっかり回そう回そうみたいな感じで早く動かそうみたいなことをしていたら、はい、やっぱちょっと振り遅れる感覚みたいなのが出てきてしまって、はい、なんかこうタイミングが合わないみたいな、はい、でなんかそんなことを悩んでた時に、はい、あれそういえばなんかここの下半身の動きの話って、はい、去年ダーキンさんがウームゴルフに来てくださった時、はい、なんか説明してくれてたなと、はい、でその動画見返したら、はい、もうめちゃくちゃ神回だったんですよ。あ、そうなんですか。はい、で再生回数もめちゃくちゃされてます。あ、本当ですか。再生されてまして、はい、まあ、ただ、最近見てくださってる視聴者の方もいると思うので、はい、ちょっとこの下半身の動きとこの捻転の話というか、はい、なんかプロができていてアマチュアができていないポイントみたいなので前回話していただいてたので、 あの動画ですね。あ、思い出してくれました。思い出しました。あの動画です、はい、あの神回の、はい、あの、はい、なのでこの、まあ、しっかりこう下半身動かせるようになりました。ただじゃあフォローのところにかけて、うん、じゃあどのタイミングで回せばいいの、どのくらいの感じで回せばいいのとか、うん、ちょっとここの回転量の一致というか、はい、ちょっとここの説明を改めてガーゲーさんにしていただきたいと。なるほど、はい、アマチュアはこういう人が多くて、はい、プロはやっぱ絶対こうはなってませんよみたいな、うんうんうん、そういうポイント、はい、教えていただきたいなと。わかりました、はいはいはい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあダーキンさん早速解説をお願いします。はい、はい、昨年出させていただいた時にあのプロの方とか上手な方と、うん、アマチュアの方のもう絶対的な違いみたいな動画をね撮らせていただいたんですけど、はいはい、その時に説明させていただいたのは、例えば正面が数字で言うと0だとします、うんうん、でこっちのフォロー側こっちがマイナス100だとします。でバックスイング側がプラス100だとします、はい、こういう数字があった場合に、アマチュアの方とか飛ばない方っていうのはこの0からバックスイングしていくんですけど30ぐらいしか捻転しないんですよ、はい30ぐらいですか、はい、でも飛ばしたいじゃないですか、はい、だからフォロー側は80ぐらいいくわけですよ。おお、インパクトまでに、はい、だいぶいきましたね80だと、はい、だから30しかいってないのに80ぐらいフォロー側に行ってインパクトするんで、はい、まあ、体が開くという動きになるわけですよね、はい、これは手の軌道で言えばカット軌道になりますし、はいはい、いわゆるフェースもまっすぐ戻ってくるだけの時間がないので、はい、まあ、開いて当たる、いわゆる振り遅れという現象になるんですよ、はい、ただ飛ばし屋とかプロの方っていうのは、うん、バックスイングで70ぐらいいくんですよ、お上半身の捻転が、はい、だけどフォロー側はそんなに戻らないでインパクトするんですよ。お、逆っていうことですね。アマチュアの人とだから体が全然開いてないっていうことになるんですね、はい、なるほどなるほど。だからこれでカット軌道とかそれから振り遅れっていうのを防いでるわけなんですよ。あー、なるほど、うん、で、まあ前回もあのご紹介させていただいたこのダオキンスティック、はい、カイチちゃんプロトタイプ、はい、カイチちゃんプロ今日持ってきました。このターコイズブルーのダオキンスティックが、はいはい、軽量スペックとして発売を決定いたしました、はい、おめでとうございます。
まだ発売日は未定なんですけど、かえちちゃんスペックそのまま発売しますので、あ、じゃあ皆さんお揃いにしてもらって、概要欄見ていただいて、ね、はい、概要欄、この概要欄勝手にね勝手に進めちゃうんですけど、はい、このダウキンスティックをでちょっとご説明させていただくと、はい、このスティックをこの肩に当てて、はい、こっちのフォロー側のボールが、アマチュアの方は言ってもこんなぐらいしかいないんですよ。はい、これぐらいです。刺してる方がこんぐらい、はい、ほとんど上半身が捻転してない状態、はい、だけどインパクトの時にはこのボールはこの辺まで行ってボールに当たったわけですよ。はい、だからスライスとか振り遅れってのが起きるわけです。はい、で上手い方っていうのは少なくともこのボールが正面まで来てます。あ、さっきは左斜め前ぐらいでしたもんね。そうです。はい、これぐらいです。刺してる方がこんぐらい、はい、ほとんど上半身が捻転してない状態、少なくともこのボールが正面まで来てます。あ、さっきは左斜め前ぐらいでしたもんね。もうどんなことをしてもこのボールはここまで来てほしい。あ、でもっと飛ぶ人はここまで来ます。うん、そんなに。アマチュアの方ここだったら飛ぶ人はここまで来るんですよ。その差はだいぶありますね。でも、はい、フォロー側ダウンスイングはアマチュアの方みたいにここまで行くわけじゃない。行くんだけど戻りは少し、はー、でインパクトしてます。はい、だから振り遅れとか、というそういう現象が起きないということなんですけ ど、 なるほど。で先ほどウームゴル君が言ってましたけど、じゃ下半身どうなのって話になると、はい、下半身動くんですよ。確かに、はい、飛ぶ人もフォローの方も、ここから上半身はちょっとしか戻んないんですけど、下半身は動いてるわけです。こうやって、あ、要は、はい、上半身は動いてないんですけど下半身だけ動いてる、これは OK なんです。でも下半身動かそうとして上半身も一緒についていくのがダメなんです。あ、なるほど。どれだけプロのように上半身捻転しても下半身の動きに上半身がついていったら、これは体開くんです。はいはい、大事なことは入れるだけ入れて下半身は動くんですけど上半身はちょっとだけ抵抗する。すごい、このボールが動かないようにこうやって下半身動かせること。すごい、なんかすごいロボットダンスみたいな、なんかすごいっすね、うん、これが体が開かなくなりますし、まあ、インサイドからクラブが降りてさらにためが生まれるという、はい、ちょっとした一瞬の動きなんです。でも振り遅れとか胸が開いちゃってスライスは本当にもうこれしかないっていうくらいこれが原因。そうです。だから、うん、あのステップとしては、とにかく上半身をある程度センターは咲いてほしい、いける人はここまでが一つで、これができたらあまり戻らないで、まあ、戻りがゼロってわけにいかないですけど多少は戻るんですけど、まあ、なるべく下半身のリードについていかないっていう、まあ、この辺の確かに可動域も大事なんですけど、これの2つのステップがその、まあ、振り遅れるとかっていう動きにつながっていくということなんですね。そしたらちょっと僕が今の動きを、はい、これで、はい、多分ダーキンさんに教えてもらう前くらいのいつもの自分のスイングだと、はい、ここからテイクバックする感覚ですよね。はい、はい、ここです。あ、こうですね。やっぱり左斜め前。あー、やっぱそうですね。これでは足りないです。え、ここまで、ここは欲しいですね。あー、普通にやっちゃうとこう、この辺だな。目安としては、はい、まあ、ドライバーって左足の方に置くじゃないですか、はいはい、ボールを、はい、ここは越してほしい、このボールは。あー、あー、この辺ではちょっと足んないんですよ、ボールのラインぐらいでは、はい、ボールは越してほしい。あー、やっぱでこれでやってみるとやっぱ自分で捻転不足。そうです。今までなんか楽してたっていうか手で上げてたっていうのがあると思うので、このくらいやっぱ回さないと、まあ、このボールってのはほとんど左肩と同じ位置ですよ。はいはいはい、はい、ってことはこのボール、このスティックがない場合はこの左肩の後ろ側、はい、このラインがこのボールよりもこっち側に来ているのかっていう。あー、はい、ダーキンスティック分かりやすいですね、すこれ、はい、ぜひ皆さんそうか、このくらい、あー、なるほど、結構回ってる感覚。そうですね。でも前回僕ダーキンさんに右腰が止まってるから、はい、もう、 こうお尻をちょっと突き出してこの人差し指がこのポッケこう入るくらいって教えてもらったんですけど、はい、でもやっぱ確かにそのくらい回せばこう行きますよね。そうですね。なるほど。本当飛ばしたらここまで来ますからね。ここまで。すごい。うわー、すごい。だからボールが見えづらくなるはずなんですよ。はいはいはい、はい、目が行き過ぎて。
それぐらい行くんです。ぐーってここまで回して。そして前回、昨年の時はそれを結局行かなきゃダメですよとは言っても、うん、はい、やっぱ行かない人いるじゃないですか。行かない人、はい、行こうと思っても体の柔軟性とか可動域の問題で行かない人がいる、うん、なのでその方のために両足のつま先を右向ける、うん、っていうドリル、練習ドリルをご紹介させていただいたんですけど、これはものすごい速攻性があって、うん、こうするだけで嫌でもバックスイング側は行くんですよ。嫌でも、うん、どんだけ硬くても。でもダウンスイング側は閉じてることによって行かないんですよ、はい、だからプロでいうバックスイングは行くけどダウンスイングは戻りづらいっていう動きを、この足の向きを変えるだけで行けるってことです。戻りづらい、なるほど、っていうことですね。インパクトの時は胸は閉じ気味でいいっていうイメージ。そうです。例えばボールがここ左側にあるんで、はい、ボール側に行きたくなるわけなんですよね、はい、心理的には。はい、打ちたくなっちゃう。そこが圧倒的な違いがあって、そしたらちょっと今の、はい、足の向きなんですけど、はい、普通にアドレスしていると、はい、まあこんな形 で、はい、でかつやっぱり捻転不足とかだと、はい、なんかこのくらいしかやらない、そうですね、はい、回らないっていうのを、はい、肩がここなんで、はい、ボールよりも本当このくらい欲しいですね。こうです。なんですけど、ただやっぱ、はい、なかなかここまで回らないって人のために、はい、最初から？最初からです。でこれご説明させていただいたんですけど、はい、昨年もこれクローズになっちゃいけないんですよ。あ、まっすぐのまま足のつま先の向きが変わる。そうです。これで十分です。そうなんですね。これはただ右向いてるだけなんで。あ、そっか、はい、平行に右向いただけだから。確かに、まっすぐのままつま先を右向けるってことです。あ、まっすぐのままこういうことですね。そうです。そうするとまっすぐ構えるとここになるじゃないですか、はい、でここから入りやすくなるわけですよ。でこう当たってくると、でできればちょっとヒールに当たりやすくなるんで、この打ち方は、はい、ちょっとだけ離れて、そうですね、でこう構える。そうです。でボールもちょっとダフりやすくなるんで右の方に置きたいんで体当てそうですね。これで打つだけでバックスイングが行きやすくなってダウンスイングが戻りづらくなるんで、勝手に開きが治ると。そうか、ちょっとヒール寄りになる分、そう、離れてこの振った時にこう芯に当たるようなくらいのところに、ここ振るつもりですよね。もうここ振っちゃうくらい、もうちょっとつま先右向いてる。そうです。つま先の向きのセンターここなんで、もうここを振るってイメージです。そこを振っちゃう。そうです。そのくらい、ここにボールがあるんですね。もうクローズになっちゃってるんで。これ難しいですね、うん、なんかこれでもう捻転した状態を作ってるっていうような。勝手に捻転するんです、はい、これでもうあとはいつもと同じようにって、ね、そうです。そうです。でこれはボールが左すぎるんでもっと右でいいんです。はい、ちょっと今素振りでやってみてます、はい、ここを振る。そこにボールがあるつもりで、はい、そう、それだけです。うん、はあ、でこの降りてくるところもこうもブロックされてるから、そうです、ちょっと強制的にこう閉じるような感覚にもなると。そうです。ちょっと打ってみます。いいですね。あ、もうこれでここを振ればいいです。もうここを振るだけ、はい、でナイスドローです。あくまでボールは通過点、はい、ダフったのはここを今タッチしたんで、はい、まあ、別に悪いことじゃない、はい、これはある意味正しいというか、そうです、軌道としては絶対にこれでスライス打てっていう方がもう、そうなんですよ、難しいというか、うん、振り遅れ、体の開き、カット軌道っていうのはこの練習をすると、まあ5分もあれば、うん、すごい早い。いや、すごい。これそうです。そうです。これでだんだん捕まってくるまで、体が閉じて球が捕まるっていうのは大事なことなんで、なんかこの僕この練習やった時の感覚が一番違うのが、やっぱボールを逆に言うと打ちに行ったら絶対になんか違うなっていうのが分かるというか、そうそう、突っ込めないというか、ボールに、そうです、本当ここでとどまって打たないといけないっていう感じが、そうです、強制的に分かりますね、はい、
これものすごいんですよ。本当のスライサーの方とかはこの練習すごく効果的で、はいまあ、言ってるうちにだんだんクローズになってきてる。はいはいはい。もうクローズになっちゃったらどうする？いや別にいいんですけど、結局最終的にまっすぐ向いて打たなきゃいけないから、うん、あのそのためにも、もうここのラインはまっすぐしといた方がより現実的に近い。こう、はい、そうです。そうです、うん、もうこれもう10球20球打つだけです。また練習。そしてこれで、球が捕まる球しか出なくなったら、この足のつま先の向きをまっすぐ戻すときまっすぐ戻して、はい、打つと感覚は同じ感じで、そう、あの上半身とあバックスイング側とフォロー側 の、はい、その捻転のバランスっていうのがプロっぽくなっていくと。あ、とにかく皆さんが思ってる以上に上手い人とかプロの方っていうのは、はい、バックスイングの捻転力があって、うん、ダウンスイングをなるべく開かないように、はい、関心だけ動いてるんですよっていう話です。本当になんかアマチュアからするともうこの分足りてないんだよっていう風に自分で思うってことですよね。そうです、捻転が、はい、でだんだんできてきたら戻しても、さっきラキンスティックでやったボールが肩こうこっちに入ってくれば、はい、別にこっち向く必要はない。そうです、そういうことです。うん、けどなかなか体の硬い方とかっていうのは、はい、ちょっとこっちに向いて最初からこの状態っていうのを作って打っちゃうっていう、あっちを向かせないってことですね。あ、2つの効果がある。確かにスライサーはでも本当にこれいいと思います。逆を言えばですよ、はい、あのフックで困ってる方だったらこの逆やればいいですよ。ああ、まあ、単純ですね。はいはいはい、逆でもいいんですね。まあ、こうやればバックスイングは向きづらくてフォローは行きやすいわけだから、本当に体が閉じて全然あっち向けないって方も中にいるんで、うんうん、こうやって練習すればバックスイングの捻転量が減ってフォロー側の捻転量が増えるんで、まあ、勝手にフック改善にはなるんですけど、まあ、このパターンはの方はそんなにいないです、うんはい。まあ、そんな中でね、あのやっぱりダワキン相手もどんどん紹介していきますけどダワキンポロシャツです。ダワキンポロシャツ、ダワキンポロシャツ、ここにダワキンマーカーついてです、ね、あ、これ実はあのマジックテープになってて取れるんですか、剥がせたこと、ま、パッタのマークになるんです便利すぎる。これなんでこの位置にこのマークをつけたかっていうと、はい、肩の捻転量チェッカーにもある。もうすごいですね、いろんなことに使えるじゃないですか。先ほど左の肩の後ろの方がボールを越すことって言いましたけど、このマークは自分の目線が見えますから、このマークが自分の顎よりも右側に来るまで回せば、なるほど、肩は十分回ってます。いわゆるこの左の肩の後ろのラインがボールよりも右サイドに来てますよっていう、あの目安になる位置につけました。この位置さえ回ってくれば基本的には体は右を向いてる状態のトップを作ってることになりますから、あとはどれだけそれを開かないでこうやってるか。おー、いわゆるこの形っていうのはあの上手い人の形なんですよね。なのでそれができない方はまっすぐ向いてどうしても回そうと思うここまでしか来ない、顎よりもこっち側にしかこのマークが来ないって方はもう単純に足のこのつま先のラインはストレートのままもう45度ぐらい右向けちゃう。そしてここにセットアップする。そうすると嫌でもある、あとは打つだけ捕まる。バックスイングの捻転量が十分でダウンスイング以降はブロッキングをかけて活かせない、うん、から振り遅れ、カット軌道、肩の開きっていうのが自然となっていく、うん、で今のようにボールがもうフックしか出なくなったら、はい、フックしか出なくなったら、うん、この足のつま先の向きは、まあ、ちょっとずつ戻していくか、うん、一気に戻してもいいんですけど、まあ、やめ時っていう動画をご紹介させていただいたんですよね。いや、めちゃくちゃ分かりやすい。分かりやすいですか。みんなできそうですね、うん、簡単に。これダキさん、あの練習してる時、まあ、とはいえやっぱり僕たちって上半身も一緒についていっちゃうので、はい、変に意識しちゃうと残りすぎて今度やっぱダフっちゃうとか、うん、なんか上半身を残す感覚って、まあ、強制的にそれを残せるための今のドリルだったと思うんですけど、うんうん、真ん中に戻した時にどうしてもついていっちゃうっていうのを、この右肩がやっぱ出てきてしまうっていう人に対して何かこうアドバイスをするとしたら、
ありますかね。こうなってことですね。あ、そうですそうです。やっぱりボールの意識っていう形になってしまうと、やっぱりあの目線から見えるのって、トップに行った時に目線から見えるのって左の肩なんですよ。でそれがまあここにある肩がここに来るわけですよ。ある程度捻転すれば前に来るんですよね。ってことは目の下ぐらいにこの左の肩があるんですけど、それが開くってことは目の後ろ側にすぐ行っちゃうんですよ。右肩が前に出るってことは左肩が後ろ下がってるわけですから。ああ確かに。だからあの右肩を出さないようにするって言ったって右肩見えてませんから、はい、見えるところで直すといいんですよ。あ、なるほど。右肩見えないんで、ヘッドも見えないんで、グリップも見えないんで、見えるのってここしかないですよ。だここをなるべく前ってことです。あーなるほど、確かに左肩は見えてますね。見えるんですよ。だからここ左肩しか見えないんで、なるべく見えるように頑張る。見えるように手を腰ぐらいまで落とす。あここまではきついんですよ。やっぱりここの辺ぐらい少し回転してくんで、こう、はい、ほとんどこの位置が動かないようにここまで、あの目よりも前にあるようなイメージでこの辺までちょっとでいいです。こうすれば右向いてることになるんで、あとはここから回転していっていいんです。なるほど。これはもう意識の問題ですね。そうですね。でもまず前まで持ってくるってことです。まずさっき言った捻転をここまでしっかりする。でこの時左肩見えてます、はい、見えますね、はい、これをここまで前です。ここまで。おー、ちょっと右向いてる。こっからは行っちゃっていいんで。あ、ただ皆さんこっからすぐ、もうそうですね、もうすぐ左肩が消え右が見えてくる。右肩を出さないためには見える左肩で意識した。あーな、え、じゃあ相当本当にこう、そう、耐えるっていうか、でも下半身は動いてくる。できれば下半身は動いてるんだけど肩はついていかない。あー、これがここなとおりです。あー、だこれは辛いんですよ。はい、でもみんなやってるんです。こうだ、はい、でこうくるんだ。下半身の動きはちょっと忘れて、左の肩の意識、ここを直す。そうです。ここあんま動かない。そう。これだけで十分。これで開きが直るんで。ただそのためにはまずやっぱりこの肩がバックスイングでここに来なきゃダメなんですよ。あ、そのためにやっぱり捻転量ってのは大事。なるほど。ほとんど来てないんで難しいです。まあ、最低でもセンターまで来てほしい。ボールを追い越す。そう。ボールのこっち側にこう持ってくる。まずあとはこれをあまり動かない。そうか。ってなると腹筋めっちゃ使いますよ。そうそう、まずそういうのももちろんあるんですけど、まず目安としては左肩が自分の目の前にあるってこと。頑張ってここに、そうです。そこさえもう一瞬です。一瞬、もうそうですよね。スイングになったら一瞬ですけど、そのくらいちょっと耐える意識を意識に入れる、うん、もう普通のスイングのスピードからすればここが見えてる感じなんて0コンマ何秒の話。はい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 、確かに。あー、ここまで、そう、一瞬だ。でも本当に一瞬だもん。そうす、なんかためができてる感じがする。本当ですか。かっこいいです。あーすごい。でもこれはなんかなんで、まあ、これ普通のポルシャさんで、はい、ここにドーピングマークがこうついてます。 あすごい、つかない、はいはいはい、これがバックスイングしてもらうとここに来るわけですよね。はい、ダーキンマーク DK があって、コースコース、うおー、これはダメ。あー、ここだ。筋膜が見えますっていう。なるほど。この一瞬の動きがあれば体の開き、浮力レートが治ってくるんで。へえ。ガーギーさん、ウェア販売した方がいいんじゃないですか。いや、販売してるんで、それも概要欄に貼ってみます。販売してる。へえ、ね。なるほど。モコモコして気持ちいいんですよ。あ、もうこれ売ってるんですね。ウェアの話。へえ。ウェアの話。なるほど、ありがとうございます。はい。ということで改めてちょっと前回の動画の復習みたいな感じだったんですけど、はい、プラスアルファちょっとね、いや本当に、うん、いやこれ結構皆さん的にも、あのやっぱスライスってなかなか治らなくて、いろいろ試行錯誤してるって方は、やっぱ体の硬さとかっていうのは人それぞれあったりするので、本当に一回強制的にもうこう右を向いて、マーク、あのこのマットがまっすぐなんで、こっから離れ、右足離れるじゃクローズなんで、うん、もうこうです。こうです。そうか、こうマットをこうつけて勝手に回転して勝手に戻らなくするだけです。で、うん、置いたところで振ると、はいはい、あ、勝手に捕まって、いわゆる
この捕まりっていうのは体が開かない状態、体が右を向いた状態で捕まってることになるんで、本当の捕まっている力なんですね。素晴らしい回にまたなっちゃいましたけども、今回も神回の予感がしますが、ありがとうございます。はい、皆さんぜひやってみてもらいたいなと思います。はい、ですね、ダーキンさんのチャンネルは概要欄とコメント欄にもお願いしますね。はい、固定しておくので、こういう話をもっともっとダーキンさんのチャンネルでもたくさんされてますね。もう、はい、もうたくさんやってますから、ね、はい、見てください皆さん、ぜひ皆さん、はい、見てください。はい、動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなってます。せーの、また見てねー。